あ、でもこれ道になってるね、こっちね。なんだろう。こっちか行くか、もう。マップが狭い。もうちょっと広くしたいな。あ、なんだお前。怪しい石像。もう、E 型。てかさ、地下にいるやつみんな E 型じゃね？もう喋り方ですぐわかるし。はぁーとか言うやつマジで E 型だから全員。よいしょ。さあ、これで、これで終わりだ。さよなら。うわ、なんか飛んでないかな？え？甲賀様？甲賀様遊んでる？甲賀様じゃないな。E 型のアジとか。あれ見つからずに行った方がいいのか？もうなんかでも、ガードされてんな。これ登っちゃえばいけないな。ちょっとまずいけど、ここ通っちゃうよ。ガードされてますね。全部ガードされてんのかな、これ。玄関はないっぽいな。うわ、なんだ。なんかやってる。E 型のアジトなんだね。なるほど、なるほど。E 型のアジトなんだ。こんばんは。いきなりですが、ちょっと失礼しますよ。一発っすか？弱いっすね。あんちゃ。うわ、何これ？すげえ。何これ、すげえ。すげえけど、なんか、起き上がるこぼし、あ、起き上がりこぼしがついてんのか。なんだ？めっちゃありますね。発掘されたゾナウギアの再利用にあたり、各自乗り方注意徹底すべし。特に致命となる2点を再周知する。乗る前乗った後、各自3回復唱すること。1、ひっくり返らぬようバランスに注意せよ。著しくバランスを崩したら即座に離脱撤退せよ。2、乗り手はいかなる軽傷も受けてはならぬ。木の矢一本食らっても操縦の致命となる。木の矢一本で倒しちゃいました。甲賀様に栄光あれ。すいませんね。木の矢一本で倒してしまいましたよ。何やってんの？あいつ。なんで気づかない？俺に。いけるかこれ。あー、ギリって、あっちギリダメだった。けどいけそう。階段使わなくてもいけそう。何がある？うわ、封印されてる？封印だな。あいつ倒せって感じかな。うわ、どうやって倒せばいいんだろう。こっち来た時だよね。来い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 。ほい。ダメだ。これ。使えないの？さあ、上から狙えば。いったー！あ、あ、なに？そういう感じ？そういう感じなんだ。そういうのもあるんだ。面白。あれだね。ボコブリンを全員倒したら、宝箱開くよ、みたいな。それの E 型版みたいな。そんな感じだね。二つある宝箱。やった。うわ！ E 型の設計図。めっちゃいいじゃん。あ、さっきのやつだ。すげえ、これ面白い。面白い。めちゃめちゃ面白いんだけど。ここでまた新要素来るんだね。一回出ないと。まだいんの？ OK。一発。うわ、すげえ、なんだこれ。てか、あれじゃん。違うのよ。全然違う方向ことやってるけど、なんか目を埋めなきゃいけないんですよ。これ遅っ！スピード。浜の根だけちょっと、あるんだったら解放しときたいけど。あ、そこにあるな。解放しちゃおう。ああ、面白かった。川滝の根。さあ、これマップ広がったっしょ。広がった広がった。よし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 。またいるな、あれ、イガダンか、また。なんかみんなイガダンなんだよな、地底にいる奴ら。ここにもゾナウギアが。どうしたんだ。ビビビビビびっくりした。驚かさないでよ。ちゃんと調査服着ろよ。イーダガンかと思っただろ。イーガダンじゃないのかお前。ん？調査服じゃない。お前まさかイーガダン。違います。全部脱げ。変な真似したらただ脱がないよ。地域警戒されちゃしょうがない。お前がイーガダンだろやっぱり。なんなんだよこいつ。やっぱイーガダンだらけなんだね。よいしょ。もう分かってるよ、戦い方は。ちょっと待って。もうこれ使っちゃおう。バンバン武器は使っちゃうよ。はい、終わり。弱い。はかどっちゃうよね、地底調査が。はかどっちゃうんすけど。その前に、ここっすね。ここ行っちゃいます。先に。ミッションが多すぎる。これだね。よし。じゃあまた向かいます。オッケー。また雨降ってる。さっき面白い要素あったけど、これもまたさ、この目玉をさ、全部埋めたらまた何か起きるわけでしょ？どっちだ？ここはあれだからこっちか。
これはあれか、なんか作っていった方がいいってことなのか、これなんかそうっぽいな。大変そうだもんな、これ進むので。設計図手に入れたからもう簡単に作れるとかじゃなくて、え、これってさあ、そういうこと、え、物なくても作れちゃうってことなの。それはやばい、それはチートすぎる、そりゃチートすぎるわ。だってこんなん便利すぎだろ。やべえ、すげえ能力手に入れちゃったな。あとライトがついてるからさ、これすげえ行きやすい。これいいな、便利だな。待って、地下にもいんのかお前。ちょっと待ってくれ、この剣でやんなきゃいけないのこいつは。よいしょ、待って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 、危ない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 、待って、乗れてない、乗れてないんで勝手に動くのやめてもらっていいですか。困るなこれ、扱いがむずい。待て待て待て、あ、なんかなんかたどり着いた、あれたどり着いたか、これたどり着いたっぽいな。やっぱあのこれ一輪車だもんな、一輪車だからだ、二輪車ぐらいじゃないと。バイクっつってもこれ一輪車だからきついんだこれ。ここがさっき甲賀様と戦った場所、あ、海星の比喩、なんかもう全然よくわからない、全然よく、あれなんか魂違うぞ、あれなんだあれ、あ、温泉だ、え、グランポー、地底のあつこちに落ちているぼんやり光る霊体、秘められた力が巨大であることを伺える。あ、めっちゃたまるやつか、服のまま入ってますけど、しかも温泉の中入っても光ってるんですね。あれどっちだ、どこだこれ、わかんない、全然わかんない、いけるかこれ、いけないなあ。あ、いけるか、いけたいけた、温泉もあるんや。あ、これか、ここ正面玄関か、あー、ここだ、正面玄関から下に行く方法、あれ、あ、ここか、あ、なんかよくわかんない、マップがね全然覚えられないの、方向音痴になる、地底はマジで。あー、やっと来た、大変だなこれ、さぞかしすごいことが起きてくんないと。これさあ埋めますよ、割に合わないよ、また遠いんだよな、そしてまた遠い場所なんですよ、こっから何時間やっても進まないもんな、このゲームすごいよな。あぶねえ、よいしょ、あぶねえ、死んだし。カエルはいって、来なくていいよ、さよなら。あー、来てる来てる、来なくていいって、ここか、あ、違う、ここ敵のアジだ、危ない危ない。高低差があるからさ、これこの下なんだよね、下に行く道とかあんのか、これさっき通れルーフで上に来たからさ、ん？なんだこれ、上に行く道がある、下だよなこれ、行かなきゃいけないの。あれなんか俺違う場所来てる、あ、てっぺんじゃね、あ、宝箱だ、バツ印ないけど見つけた、あ、アンドナニムか、うわ、なんだあの煙、うわ、あそこ気になる、ちょっと行っていいかな、これ目玉消えないでくれお願いだから、危ない危ない危ない、溜めて、なんだこれ、うわ、これ下からだな、とりあえず目玉はつけるか、あ、階段あるな、こっからか、これ投げればいいか、よいしょ、やべ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 、こんな雑に扱っていいのかこれ。やっと来たぞ、これで何が起こるんだ。でも悪いやつじゃない感じもするんだけどね、なんかポーっていうのでさ浄化させていってさ、顔一緒だからさ、あの監視トレードにいる石像と、これが動き出したらどうしよう、怖いな、うわ何起きるんだろうマジで、あーもう何も予想つかない、行きます、来ました、さあドキドキの瞬間です。なんだ、なんか怖い、あ、怖い、開くの、我が魂が宿る四つの眼を復元してくれたことを感謝する、あ、感謝されてる、おかげでこうしてそなたと話すことができる、あ、話せるだけ、我は遥か古に四つの眼を奪われ封印されし者、我が声を聞き願いを叶える者を待っていた、さあ約束通り対価を授けよう、何、あ、そなたは我に何を望む、え、何これもらえるだけ、頑張りの器欲しいな、では望みの力を与えよう、あ、あ、もう普通にもらえるんや、祠4つ分の対価がもらえましたね、あざます、なるほど、さあ望みは叶えたぞ。
なんか微妙だった。なんかもっとすごいことが起きるのかと想像していた。勘違いだった。あ、ポーね。なるほど。同胞と我の力により暗闇の衣が生み出された。望むのであれば見合うだけで供物が必要だ。あ、ここでもできるんだ。え、なにこれ。うわ、正気ガード。買っちゃおうかな。魔法の杖、なにこれ。うわ、これは欲しい。こっちの方が欲しいかも。うわ、これなんだ。ポーもっと集めないとだな。なんだこれ。なんだこれ。ちょ、魔法の杖。なんだこれ。うわ、何これ。なんも起きない。何が起きるんだろう。敵と戦った時になんか起きるんだろうな、これな。中央大廃校。ミッションは終わったってことなのですかね。あと、細かいところちょっと見えてない。あと、ここ、マップ広げられてないからね、まだ。あと、さっきの、そうだ、さっきの柱のとこ行きたいな。柱のとこ行けねえかな。あ、これの柱ってことか。これか。あ、なるほどね。だが煙出てたんか。それだけ？なんか、行けたりしないのかな。なんか登れそう。登れる。登れるけど、まあ特には、何にもないって感じか。うわぁ、地底操作ももっとしたくなるなぁ。これは。さあ、とりあえず、ポーを集めといて。海星の比喩ってこれあれか。海星の祠の真下ってことか。ああ、確かに。はい、海星の祠のところもさ、温泉湧き出てたよな。っていうか、なんかあるな。こっち側見てないな。そっち側行こうかな。なんかあるっぽいよね。え、これ行けるか？どうやって行ったっけ？あ、こっちか。あ、ここか。この奥、奥。奥、ほら、なんかあるじゃん。暗い。暗いのやだ。なんかさ、飛んでる最中に投げれるのかと思ってさ、押しちゃうんだよな。飛び込むボタンを。うわ、絶対なんかあるじゃん。これ、ちょうど海星の祠真下でしょ、多分。へぇ。これは上か。で、何があるんだろう。なんかありそうだよな。グランポーしかない。グランポーがあっただけかな。あったねー。宝箱。箱やったー。以上かなー。特にはなさそうね。あの根のところ行きたいけどなー。多分きつそうだよねー。さらに高いもんな、あそこ。あ、下から行くのはちょっときついし。ここか。地上から見たら。ああ、ちょうどこの、あれか、下か。こっから行った方が近そうだしな。まあ、行くだけ行ってみるか。行くだけ行ってみて、地上に戻ります。ダメだったら。え、ここやばくね？え、もうない。これで終わりだ。やべ。何にもなくなっちゃった。これはどうしよう。どうしようもないな。何もないんだもん。上行けるか？あ、行けそう。これは、使える。ギリ。よし、行けた。意外といけるのか？あ、一回、どこだっけ？あれー？あれれー？どこだっけ？上だな。上前が見えない。行ける。来た！行けたわ。全然行けた。来た。小氷のね、広がったー。うわー、めっちゃ広がったー。やったー。いいねー。うわー、めっちゃ広がったじゃん。うわ、すげえ。まだまだめっちゃあるけどね。まだまだめっちゃ広いけどね。だって、祠と同じ数あるんでしょ。眺望台と違うんだからさ。眺望台はさ、何箇所だかだけどさ。地底ってさ、祠と同じ箇所にある根の数だから、大変よ、これ。ここがまだ始まりの大地の俯瞰のところがまだ見つかってないのか。でもここ行った時なかったけどね、根っぽいのは。でもなんかだんだんここも広げたくなるな。こうなってくると。あ、なんだここ行ったっけ。今開けたから行ってねえな。なんだここ。行きてえ。行っちゃおう。いっか。こっち、どこだっけ。あ、そう、ここね。根の感じは、ああ、もうあるじゃん、すぐそこに。地下。これ行っちゃう前に、でも、多分下だからこっちから行った方がいいな。下下がるんだったらば、先に上の方から探索しちゃいたいよね。来なくていい、来なくていい。来なくていい、来なくていい。なんだこれ。え？なにこれ？怖っ。水？水っぽくね？光がないんだった。光もないし、何もない。どうしよう。建造物らしきものはあるんだよね、こっちに。どこに？
見えない、何にも見えない、やばい、どうしよう。根行っちゃうか、これなんか無理そうだ今。根に行ってしまおう。低いなここ。目うつつの根、さあ目うつつの根はこれあれか、馬宿のところ。うおー、めっちゃ広がった、いいね。馬宿のところか、馬宿のところだね。こっちから行けそうだな。あ、でも明るくなったから見えるのか。あ、見える見える。あ、なんかこう、ん、島っぽくなってんのか。なるほど。あれはどう行けば、やっぱあれだな、なんか作っていかない、いや、いいんだ。もう僕には設計図というものがあるんでね、これがあれば俺は自由だ。よし、行くえ。完璧じゃない、そうなる。まあいいや、上登れたから、よしとしよう。こっから飛べばいいんだろ。さあ、チューリー、行くぞ。なんだここ。うわ、水上と闘技場やだね。うわ、なるほど。うわ、なるほど。ちょうどここなんだ。ってことは、あれ、え、もしかして、もしかして俺の予想が当たるとするならば、マジでやだ。あのもやがあるってことは、あの手が出てくるんじゃないの、あの気持ち悪い手が。あいつと戦いたくないな。でも行っちゃう。もう行くしかない。あ、まずい、あ、まずい。ライネルか、ライネルか。あ、宝箱だったんだね。オッケーオッケーオッケー、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなるのかこれ。ちょっと待って、よしよしよし。ライネルか、やだな。やだけど、まあちょっと俺の想像してたのと違ったけど、まあいけるっしょ。なんとかすればいけんじゃない。で、攻撃力食べちゃおう。いや、防御も欲しいな。これめっちゃ攻撃力になるから。で、ハートだなー。これ一発でやられちゃうんだよな、多分。攻撃当たらないようにしないと。マジで。マジガードね。OK。で、これやった。いって、うわ、そっか、しかも、そうだ、正気奪われるんだ。これはきついぞ。あ、無理だ。ふぅ、いやー。平和でいいな、ここ。戻ってまいりました。いや、やっぱり、空が見えるって、いいよね。もうね、光とかも全然ないから戻ってきたんだけど、あと武器もね、結構なくなってきたんだよね。よいしょ。あ、そうだ、あとバッテリー、そうだ、作ろう。バッテリー、作れるよ。よいしょ。さあ、スティゴーレム。バッテリー製造機。お願いします。300個。うん、3個作ってください。お願いします。3個も作れんのか、素晴らしい。一気に3個も、うわ、すげえ。そんなプレスするのか、すごいな。はい、バッテリーを製造しました。よし、追加バッテリーかける3、やったぜ。ふぅ、あ、ん、かける3ってそういうこと、そういうことか、かける3って。なるほどね。あー、バッテリー3個っていうか、3個で1個分ってことか。なんだよ、そのなんか詐欺みたいな。詐欺じゃん、そんな。さあ、こっちのポーは？ああ、一緒か。あ、変わった。あ、ここでも変えるようになってる。よしよしよし、オッケーオッケー。あー、でもなんか、魔法の杖は変えないんだ。あー、光花とか変えたらよかったんだけどな。さあ、矢とかを、ちょっと、補充しとくか。